チェーザレデステは、モデナ公及び、レッジョ公、最後のフェラーラ公となった。フェラーラで、モンテッキオ公アルフォンソデステと、ヒジュリアデッラ・ローベレの長男として生まれた。重慶は、フェラーラ公及び、モデナ公アルフォンソ二世デステである。アルフォンソ二世が、着手のないまま1597年に死去したため、チェーザレが行位を継いだ。しかし、 着室死にのみ継承権を認めるとしていた、神聖ローマ皇帝ルドルフ2世とローマ教皇、クレメンス8世により、1598年にフェラーラ公国は教皇領として没収された。首都フェラーラからモデナに移してからは、波乱含みであった。フェラーラ貴族とモデナ貴族の対立の仲介に立ち、ガルファニアーナの所有をめぐって、ルッカ共和国と戦争が起きた。 1586年に結婚した日、ビルジニアでメディチは、早くから精神病を患い、亡くなるまで苦しんだ。セーザレ自身は穏やかで信心深い人物だったが、政治的な才能に欠けていた。彼の死後は、息子のアルフォンソ3世デステが継いだ。ありがとうございます。